宮崎勇10月5日から2012年4月10日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍将尉。太平洋戦争における撃墜追王。1919年10月5日、広島県呉市に呉海軍交渉勤務の父のもとに生まれた。小学校入学前に父の実家のある香川県に引っ越す。中学一年時に 全通時の連兵場で、アクロバット飛行賞を見てから空に憧れるようになった。父の仕事や、海軍士官を父に持つ、同級生の影響を受け、香川県立丸亀中学を3年で中退し、1936年6月、佐世保海兵団に入団、4等水兵。11月15日、3等水兵。軍艦、岩手に配属。 1937年3月、岩手は練習艦隊として練習航海に入る。インド洋、スウェズ運河経由によるフランスまでの遠洋航海も行い、後に宮崎は若い時に貴重な体験ができて本当に良かった。と術壊している。1937年11月1日、二等、水平。 1938年11月1日、一等、水兵。1940年11月1日、三等兵装。水兵として水上規模館、千歳、軽巡洋艦ながら、砲艦熱海に乗り組みしている。上館の勧めで、飛行予科練習生を受験し、1940年11月28日、第二期兵種飛行予科練習生を拝命。 第58期操縦練習生として、土浦海軍航空隊に入隊。1941年1月15日、第12期飛行練習生として百里原空で、初歩連教育、宇佐空で観爆の実用機教育を受けた。1941年11月29日、ヨカ連を卒業し、横須賀空に配属。予告で、戦闘機搭乗員に転覇した。 丸亀中学の先輩であり、南昇攻撃での変翼期間で有名な菓村博士11、悲壮の列機となり、以後約1年間にわたって、菓村に鍛えられた。1942年4月18日、同リットル空襲迎撃へ、菓村の列機として上がった。出発前に飛行長から、味方陸軍の総発戦闘機2機が、飛行試験をしていると注意を受け、 また敵機は関西機と思い込んでいたため、発見した敵の総発機を日本機と誤認し見逃した。予告から転任する際、菓村から日本一の予告でこそまだまだと思うかもしれんが、よそに行ったら誰にも負けん。自信持っていけ。と、励ましと実戦での注意を受けた。宮崎は厳しかったけど、今生きているのは菓村さんのおかげです。 と、十回している。1942年10月25、252空編成の人員集めのため、横空に来ていた252空飛行隊長の、菅波政治隊員から引き抜かれる形で、同期の鎌田哲夫と共に25、252空へ転勤となる。11月9日、252空は空母、大鷹でラバウルに進出。ラバウルを拠点に、バラレ島、 ブインラへの核飛行場に進出し、ソロモン、東部ニューギニア方面での戦いに従事した。宮崎は、同方面で二度の空中飛弾海上不時着をしている。11月12日、ガダルカナルとオルンが白地に入港した、敵輸送船団を攻撃する、立交隊の直演に参加。宮崎の最初の戦闘となり、ガダルカナル沖で F4 体を発撃追した。 しかし、基地帰還後に、隊長の菅波政治隊員に、深追いするなと言ってただろう。と叱られた。11月14日、輸送船団の上空直江任務後の戦火確認に、向かう菅波隊長は2番機である宮崎の随伴を、断り、短期で引き返して戦死した。1943年2月、252空は、内々洋方面に進出。 広範囲に分散して展開した。宮崎は、ウェイク島に配属された。時折、米軍機の空襲があったものの半年間は、比較的平穏で、非番の日には釣りに行ったり演芸会を行っていた。11月、マキンタラワに上陸した米軍に対し、252、空は、爆走した冷戦で爆撃を実施。その後、両島で、 日本軍が玉砕すると、米軍は飛行場を完成し、マーシャル諸島の各基地に対し爆撃を実施、252空は溶撃戦で戦力を消耗した。1944年1月30日、米機動部隊による大空襲を受け、マロエラップの252空は壊滅した。2月5日、252空搭乗員は一式立候に分上して、 マロエラップを脱出。2月中旬、内地に帰還して、縦山で252空の再建を開始した。1944年6月、マリアナ諸島に、米機動部隊が来襲し、アゴ作戦が発令された。252空は、予告と共に、八幡部隊に参加。6月25日、宮崎は、伊王島に進出。 数字にわたる、米機動部隊艦載機の攻撃により、八幡部隊は壊滅。252空は再び内地で再建に入る。1944年10月10日、米機動部隊による沖縄攻撃を受け25、252空は、おろく、ついで大中に進出。22日、フィリピンのマバロカットに進出。24日、 ルソン島東海上の米機動部隊への攻撃に参加。同日夜、飛行長の信号営場調査から集合がかけられ、特別攻撃についての説明の後、特攻に希望しない者は一歩前に出ろと告げられた。前に出る者はなく、搭乗員全員はそのまま特攻配置となった。11月1日、飛行庁に進級。同月、宮崎は岩本鉄蔵 斉藤三郎と共に飛行機受領のため、内地機関命令が出た。343空時代の宮崎1944年12月、第343海軍航空隊、戦闘301飛行隊に配属。宮崎は、新戦組という対名に気概を持ち、我こそは、近藤伊佐りと言っていた。隊長の菅野正し大員と懇意であり、たびたび二人で外出した。 ある晩、菅野に誘われて、無断外出をして温泉へ行った際、温泉で、司令の源田実大佐と鉢合わせた。無断外出は、明らかな違反行為で小さくなった二人に、源田司令は、温泉はいいのを、気をつけて帰れよと声をかけ、とがめなかったという。1945年3月19日、呉に来週した。 米機動部隊艦載機の溶撃が343空の威人となったが、宮崎は出撃第二陣の配置であったため、快適の機会はなかった。その後、343空は、鹿野国部、大村と移動し、沖縄作戦、本土防空戦闘任務に従事する。宮崎は、長崎原爆を目撃し、343空での救助活動に参加しており、 その成果、戦後白血球が弱くなったという。1945年8月15日終戦。9月5日、ポツダム新旧で、小委任官、予備役編入。宮崎は、単独共同撃墜約120から130機と、語っている。総撃墜数を13機以上とする文献もある。作家の神田直樹によれば、宮崎の実戦参加回数は、 全戦闘機搭乗員の中でも一番多い方に数えられるという。終戦後、一旦は香川県の実家に帰ったが、間もなく343空の思い出が残る松山市に引っ越した。郵便自動車の運転手や友人の会社の雇われ社長を経て、妻の実家の家業である酒屋を継いだ。戦争体験を自ら語ることはなく、 酒屋の常連客にも宮崎が元戦闘機、搭乗員であったことは知られていなかった。1966年、搭乗員時代の訓練中に起こった事故の後遺症により、突如失明する。1年半がかりで回復したものの、視力はかなり落ちてしまった。1978年、愛媛県ぐすくべ町の海底で主電改めが、 発見され、NHK から地元在住の関係者である宮崎に連絡が入った。その後の調査でこの主伝改めは1945年7月24日に未期間となった6機の中の1機ということが分かった。宮崎はこの調査及び引き上げ作業に協力した。この件をきっかけに、それまで戦争に関して口をつぐんでいた宮崎は、 戦争体験を語るようになり、帰ってきた、自伝改めを出版している。2012年4月10日午前11時30分頃、肝臓の病気により死去。表年92。ありがとうございます。